ライフ製の、光学製になります。さあまずは、ベア対今泉、先方戦ケースアップ対シーロレント。さあまずはジャクジャクでつっついて、さあとりあえず電気圧から後ろに行くが、あーっと飛びが通る、しかし安い。あー翔ちゃんが通ると結構痛いね。さあこうなりつついて後ろに下がるガーキャン。さあ怒ったケースアバットはガーキャン使ってでもとりあえず死ぬわねとやばい。スパコンさえ食らわなければね、ある程度はまともに戦い、うわ痛え。ああ割れそう、しかしまだ割れて中足クラッシュ、小足で抑え込んで前方先制したのはケースアウト、中堅はシーガエル。あーっとピヨっている。ケースアバットが止まらない。さあ大将 CB が、うわー痛え。なんとしてもケースアバットは止めたいところ、肘クラッシュ。密着まで走ってくる、サイコクラッシュは恐れていない。いいプレス、ナイトメア、あーガードされている、レガはそれは懸命。削り圏内だけど、いやーきちいな、ベアさんメンバー体力多いですからね。走りスクリュー。さあこれで今泉さんが1ライフ失った状態ですね。さあここからね、グルキャラ変更は可能です。ただしクレジット式なので、勝った場合は、キャラはおろかレシオすら変更できないのでご注意ください。もう一度メンバーをおさらいしますよ。 1P のチームが、ベア、フィールがルーフ、ツグノスケ、ガオ、ラインで、2P のチームが、今泉、王、ムササビ、小玉、高坂、上部の6人です。今回はこのメンツでね、小枠戦行われております。さあ、またケースアバットが早くも怒って、あーロレット逃げたい。さあ前に詰め寄ってくる、お今度はロレットのターンか。あー怒ったケースアバットの声、おしっかり前転して、おそらくパズルとの削り込みだったのかな。さあ中継の計算ギフ、さあ今度は今泉ペース、ロレントがケースアバットを葬ってだいぶ状況が美味しくなった形。おえあれ空中ってなったの、あれ足元のクランで切るだけなんだと思ってたけど、あれ空中ってなんだ。
同じでは効かなかった。でもあれロレットが棒に捕まったのを確認してロシアできるもんなのか。だとしたらものすごい反応速度だと思うんだが。さあロレントを止めて中堅の計算ギフがまだ体力半分。中堅はシーガイル、バックナックル、バックナックル、さあワイプ、あーっと掴めていなかった。さあバックナックルで、あー怖い怖い、おー絶対に逃げた。うまく画面上脱出してザンギエフのラッシュはまだ続く。怒りが終わってるのにまだ走ってくる。ハリケーンで削り削れない。ザンギ体力多いな。俺今絶対削れると思ったんだけどな。まだ死なない。しかしね、あの早い時間でね殺したんで結構回復しましたね。ラリアットで相打ち。あ、しかしいい状況のままなんとかそんなにね減らされないうちに倒せたんでこれは回復するでしょう。さあライデンが出てきた。さあ今泉さんとしてはこれでベアのライフを1個でも削っておきたい。ベアはライデンでさっさと2回今泉ライフを2ライフとも削る気満々。割れたのに。これは投げて、さあ逃げ方うまいですね今泉さん。さあベガ対ライデンは、ライデンが捕まえに行く形、ベガはひたすら逃げる形。ゲージが溜まるまではとにかく逃げたい。おお落ちる、シャーミダイパンチは落ちるのか。さあ前に寄ってくる。さあこの怒りのライデンをしのげれば、あっ止まった。おおすげえ、今カラキャで出した。すごい、今のファインプレーですね。ちょうど止まった。さあ今泉さん早速いい仕事した。先にね、嵐として出てくるねベアさんのライフを1個削れるってのは結構大きいんじゃないですか。さあ今度はそうではなくザンゲフが先鋒。ああさっきよりしんどそう。さあロレントはせめてゲージは貯めたい。たとえザンギエフにね勝てなくてもね次のキャラのためにゲージを貯めるのは容易だと思うんでね、なんとか逃げてゲージは貯めたい。できればザンギエフを怒らせたい。そんなところスピンガーでナイフを投げながらじっくり時間を使う。救いは回避。おーさあゲージはなくした。そしてガエルのためにゲージも溜まった。さあザンギフが前に詰めてくる。うおな、ザンギのジャンプ強化強いな判定。あー
今泉がいる、苦しそう。ベアザンギがあの微妙な距離でね待ってるの結構強いですね。ダメージ逃がしてくれないね、やっぱり。さあスプレッド届かない。さあめくりボディープレスから前に詰めてくる。なんで押したんだ。ヘッドプレス負けないと思うんだけどな。そしてニープレスライトベア。上見てた。ベアザンギ画面を見ていた。行くぜ。ウアベはね AR2 回連続使うとか言ってるからね。コーナーオリはやばいよ。さあ2番手はゴーさん。さあゴーさんはね2ライフある状態出てきたんですが、ベアさんはねあと1ライフなんで、ベアさんはあと1回負けたら終わっちゃいます。Live and let die. Fight.さあザンギ対ライデン。さあバーサス恒例のデカキャラ対決ですね。厳密にはレスラー対決。あれ今さら気づいた、ゴーさん本キャラじゃねえな。これはなんだ、対ベア殺しのメンバーなのか。さあ次から次へと重量キャラの。今気づいたけどさ、この2人の試合みんな体力多いな。ホンダもサートも体力多いし。あーロシアンで飛び上がってみる。とりあえずなんかあの渋谷にもこんなホンダ使いたような気がするこんななんかずっと張り出し続けるホンダが昔もいたような気がするが、気のせいでしょう。さあ投げて100。あーっとしかし安い。さあケイグルのホンダは力任せに殴っていくゲーム。でも張り手が好きなゴムさん、あーとレイドファイネスト K を張り手でも出してたのかな多分。さあ大将ゴーさんレシオに計算機。このキャラはね自慢のキャラですよね。さあさあ、つぐのすけがようやく到着して、気がつけば、あー、ロシアは当たらない。おお、中アパカで最大反撃取っていく。さあ、長い長いザンギの手が伸びてきた。さあ、この取っ組み合い、この人、このね、2人の試合だけでね、2回は見れるからね。さ
あとどめは毒斬り。さあゴーさん1ライフ失った、2ライフ目。さあグルキャラ自由に変更は効きますよ。ただ叱った人は列車の変更すら効きませんよ。あれいいの？サガブラがいないよ。これは多分あれですね、差し詰めベア対策にベアだけでも倒すっていう意思があるんでしょうね。さあ K サガット対 K ホンダ。しかしねベアさんもねホンダ対策全く知らないわけじゃないからね、このホンダがどこまで通用するのか。さあ小足で飛び込んで2位までつながる。ああ上流体育強い。さあショージャンプはひじで落ちる。あ知ってるねショージャンプの落とし方。さあその中盤地一体何を読んでたんだろうな。一試合でお腹いっぱい。確かにな、この重量チームの試合を2回見るんだぜ。これが VS のカップエース。さあしゃがみ行パンチを落とす。判定は強さは判定は相当強いですからね、あれライダーのしゃがみ行パンチは。さあ出よう出ようするだけでライデンが瞬殺されてしまう。さあこれサガブラいなかったのが失敗なんじゃないか。これはベアの計算とか止まらない。さあまた紅白 PV を持っていくつもりなんだろうか。ああ上出ようが強い、上出ようが強い。ダンスで怖い。あーファイナルとか出なかった。上リオが上リオが超強い。サガットさえ倒せば。あーよく避けたのに前少女じゃなかった、垂直だった。さあ計算機はこの体力であと2回ぐらい行かれるのかな。残儀同キャラ。さあ残儀対残儀は大きパン、あの牽制の置き合いですからね。ザンギ対ザンギで差し返しなんて一切いらないですから。勝ったのはベア。ベアさんこれで2人抜きですね。行くぜ。Live and let die. Fight. さあベアさんあと1ライフという状態でね粘ってますね。ゴーさんサガブラ使わないで大失敗だったんじゃない。でもさっきあのホンダがサガットの上でにしゃがみくらいでカウンター人だったら相手何だったでしょうね。ホンダって雑魚の関係上サガットの上では当たんないはずなんですけどね。This battle is about to explode. Fight. あ、ホンダ確かにしゃがみくらいだとクラッシュつながりにくいです。それは確かにあります。さあ、そして3番手でできたコナマシン。コナマシンもなんか1ライフ目なんかすごい使ってるぞ。ダルシム？何がダルシムに変わったんだろう。あー、
ドナウシのメンバーとっさに出てこないわ。あ、ベガか。ケイベガがケイダルシムだったんですね。そして前方にブランカを置いてきたことでザンギフをあっさり処理いった。さあベアのケイサートがここでまだ粘れるか。このコドマシンのブランカを止めなければ先へは進めない。さあシャフライ返しが強い。あとローリングが上で反撃、あとスタッチがちょっと危ないんじゃないか。さあしばらく何かが相打ちになってサガットがここで力尽きる。しかしこのマシンのケーブルなんか強いですね。足り抜き、さあライデンでこのブランカをさっさと殺してしまわないと。レディーゴー2回で削り切った。中堅はケイダルシム。さあライデンが迫ってくる。さあ今日もベアさんは不眠パワー全開か。さあこのマシンのこのダルシムはさしずめベア対策でしょう。前に来てもとりあえず投げる。あーレディーゴーが強い。ていうかベアライデンほとんど減ってないぞ。さあいい勝負。さあ大将に逃げてきたレシリ系バイソン、ライデン対バイソンのダイヤはライデン対バイソンのダイヤはどうなんだ。やはりバイソンか。ストレートが強い。あーっとこれはものすごいヘリだ。一発圏内。おおベアサーとライデンの火力が半端ねえ。さあ皆さん、ゴジェラは2枚用意しといてね。事前に2枚用意しないと相手を待たせちゃうよ。これも2枚用意しとかないとやばい。あ、ある。さああのダルシムはおそらく視聴者に楽しませるためのレアキャラアピールだったんでしょうけど、それが裏目に出てしまった。さあ今度はこだましい本キャラ。そう、ワンピーチームね、まだベアさんね、ライフ1個失っただけなんで、まだ1人目ですよ、これ。アパカーで切っていく。あと、スタンチが溜まっていた。さあ、このマシン落ち着いて、ここは立て直してほしい。この計算が先方シフトがものすごい強さを発揮している。まさかまたベア PV になっちゃうのか。うおーマジでデッキに肘当てるの。シャあーシャシャウトなんか2金ですごいニルグごちゃごちゃになってたんだろう多分。
逆にむずいでしょ。しゃがみ行けから入んじゃないのあれ。さあこの足をこのバイソンで何とかするしかない。やばい、ベアのケーサーとか突っ込んでくる。あーっと、しかも当たってしまった。冷静にヘッドバットタイク、なんとかケーサーと抑えた。しかしね、残り2人のキャラバイソンに極力相性悪いキャラと思うんで、まだなんとかなんじゃないか。おー、知ってる、ザンギエフ対策をしっかり熟知してるぞ。なんだ今しゃがみコパンカラキャンでフライングボーム、そういう出し方もあるのか。あれダッシュストレートは反撃確定じゃないのか。大丈夫か。待って、あーギガ飛んだ、ギガ飛出したかった。あ、これはあれですね、バイソンに怒りゲージを溜めさせるために死にみこ作戦ですね。ライデンで蹴りをつければそれでいい。おそらくそれが今のベアさんの考えでしょう。投げる、あーっとダウン回避、しゃがみ強化が置いてある。